中にいたの。中にいた。あ、外雨か。おお、また手汚れてるじゃん。掘り越しな。暑いかよ。暑くないよ。21度だよ。よしよし。湿度があるから暑く感じるか。な、湿度77%だ。な、掘り越してて。じゃあね。バイバイ。はい、ゆいです。今日も Vlog 撮っていきたいなと思います。今日はですね、カメラをですね、Insta360GO2 というですね、小型カメラを使って撮っていきたいなと思います。このカメラ、ちょっと前に発売されたカメラで、私も発売日に買ったんですけれども、この度ですね、Insta360 さんから今日のルンルンのチャンネルの方でですね、ぜひ使ってみてくださいということでご提供をいただきました。なので、今うちに2台あるんですけれども、今日のルンルンのですね、チャンネルの方で撮影をする前にちょっと練習も兼ねてこっちのチャンネルで、使ってみたいなというふうに思います。特に何をするっていうこともないんですけれども、いつもの週末ブログ、Vlog、 もしよかったら最後まで見てください。それでは。これがインスタ360のカメラですね。手のひらサイズで非常にコンパクトなカメラです。で、今この中の上のところに入っているのがカメラで、周りはケースですね。で、ケースがバッテリーが入ってて、このカメラの方にですね、充電電力を供給してくれるっていうようなカメラです。なので、このカメラのバッテリーがある程度終わっても、このケースに入れればまた充電されるというですね、仕組みになってます。で、ケース自体がこういうふうに足がついてて三脚になるので、これだけ持ってれば置き撮りもできるというですね、カメラです。持っていくときはこう畳んで、パタンと閉めると、この手のひらサイズに収まるポケットにこのまま入れて、持っていけるというですね、非常にコンパクトで便利なカメラです。本体のみだとこんな感じ、もう本当にコンパクトなカメラですね。で、いろんなアタッチメントがあるので、例えば帽子のつばにつけたり、洋服のところにですね、クリップでつけたりすると、ハンズフリーで手ぶらで自分が見てる目線での自分が見てる目線のね、動画を撮ったりっていうことも簡単にできます。今この状態でもケースと、こちらのケースとこの本体が無線でつながってます。なので、カメラをどこかに置いておいて、ケースを手で持って遠隔操作をするっていうこともできます。で、このカメラは磁石になってるんで、こういうふうにくっつきますんで、鉄のところにね、くっつけたまま撮影するっていうこともできます。マスクを忘れたんで、ちょっと取りに帰ります。通信販売でですね、長野県にわざわざさんっていうですね、パンと日用雑貨を売ってるお店があるんですけれども、そこのですね、評判のいいモンペを買いました。これですね。これがね、ストレッチタイプを買ったんですけど、すごく伸びて、この、なんていうんですか、動きもスムーズで、ものすごく楽ですね。これもう本当に、ちょっとね、仕事で、私は営業やってるんで、仕事だとちょっと楽すぎるかなっていう感じもするんですけど、まあもう結構ね、こういう時代なんで、仕事でこれ着ちゃってもいいかなっていう感じですね。ポケットはここに2つついてて、まあ真上から入る感じで、ここに紐がついてて、まあ紐で締められる。後ろのポケットはないんですけれども、結構ね、ポケットも大きくて、普段着るにはもう本当に柔らかいですし、生地も伸びるし、快適で良さそうです。しばらくね、ちょっとボトムスはこれでいいかなっていう感じです。概要欄にリンク貼っておきますんで、おすすめです。ちょっとお値段はね、1万6000円ぐらいするんですけど、なかなか物はいいのかなと思います。
なんか。なんか。ルンルン。ルンルン。ルンルン、気持ちいいかい？気持ちいいかい？ちょっとね、暗いところはこういうカメラは弱いと思うんですけど、歩きながらのテストですね。手ぶれのテストをしてみたいと思います。今普通に手に持って歩き方も特に何か気をつけるわけでもなく、歩き取りをしてます。手ぶれがね、これでどの程度抑えられるか、また音声がね、どの程度入るかっていうのをちょっと確認したいなと思います。これである程度の画質とか音声で撮れてれば、また手ぶれも、こういうブレもなければ、本当にね、日常的に持ってるカメラとしては、かなり優秀というか、常に持っててもいいかなっていう感じがします。エラン君。エラン君。いい子だね。いい子だね。ちょっとモンペをね、買ったので、足元もラフにしようと思って、このビーチサンダルを洗濯というか洗いました。これはですね、アイランドスリッパというですね、メイドインハワイのサンダルで、結構ね、サンダルにしては、この底が厚いというか、ゴムが厚いので、サンダルにしては、スニーカーとまではいかないですけど、割合、疲れづらく、歩けるサンダルです。これはね、結構いいです。おすすめです。はい、今ですね、チェストマウントで、撮影をしてます。胸にですね、カメラを設置して、それで、このハンズフリーの状態で、撮ってます。カメラはね、こういう感じですね。この専用のネックレスみたいのに、磁石でパチッとくっついて、で、これを首から下げて、で、録画してると。いう状態ですね。で、今この専用のネックレスを服の上に出してますけど、これを服の下に入れて、でカメラを服の上から服をサンドするような形で、ここにマウントすると、まあ、目立たないというかね、ウルトラマンのカラータイマーみたいな感じに、設置ができて、かつ洋服でもこう挟むとずれないんで、スムーズな絵が撮れるというようなね、使い方をするみたいです。ちょっと今洋服の下に入れてみます。はい、今ですね、ネックレスの部分を洋服の下に入れて、カメラだけ服の上から貼り付けてます。これだとカメラが横にこういうふうにブレたりしないので、カメラをある程度固定した状態で撮れるということですね。で、これでこういうふうに歩き回りながら、両手自由な状態で動画が撮れるということですね。で、このアタッチメントを使うと、うちだったら犬の額にこれをつけてやれば、犬の額についた状態で犬の目線の動画が撮れるんで、ちょっとそれは犬の方の今日のルンルンの方のチャンネルで試そうと思ってますけど、結構面白い映画撮れるんじゃないかなというふうに思います。コンパクトでいいですね。ちょっとチェストマウントで撮ってみます。暗いんでね、どの程度映るかっていうのはあるんですけど、ルンルンどこにいるの？ルンルン、ルンルンおいで、おいでルンルン、おいで。おお、利口だね。何してたの？何してたの？番犬してたの？お、ルンルンカエルがいるぞ。ここにでっかいカエルがいる。ほら、ルンだ。でっかいカエルがいるわ。ほら、でっかいカエルがいるわ。どっから来たんだろうね。でっかいのがいるわ、ルンルン。ルンルンな、カエルがいるわ、ルンルンね。どっから来るんだろうね、不思議だね。アランどこ行った？アランどこ行ったの？アランどこ行った？おちっか、おいでおいで、おちっこな、おちっこな、おうち行きましょう。はいよ、はいはい、入ってください。あら、中、お父さんとこか。
あら、ここにいた。あら、中にいた。ルンルン。なんでその足は。何その足。ルンルン。何その足は。ん？ん？ルンルン。ルンルン。じゃあね、折り越してな。ね。こういうふうにスマートフォンでコントロールできるっていうのも一ついいところですよね。このカメラ自体はですね、あんまりその、このカメラ自体は、モニターがついてないんで、どうやって映ってるかっていうのはわからないんですけれども、こういうふうにスマホと連動して、すごく簡単に、スマホに映し出すことができるので、どうやって映ってるかっていうのもスマホで確認しながら撮れるので、結構ね、いいですね。使い勝手は良さそうです。はい、ということで今日はですね、インスタ36052という、ね、ちっちゃいミニカメラを使って、Vlog を撮ってみました。結構ね、やっぱり使い勝手が良くてポケットにスッと入れておけるので Vlog を撮るにはいいカメラだなっていうふうに思いました。画質もそんなには悪くないし、あとはいろんなアタッチメントでいろんな撮り方ができるのですごく楽しいカメラだなというふうに思いました。ちょっとね、今日は練習でこのカメラを使ってみたので、今日のルンルンの方でもこのカメラを使った動画をですね、撮っていきたいなというふうに思います。ということで、今週はこの辺で終わりにしたいなというふうに思います。もしよかったらまた次回も見てください。